浦和うまい店大図鑑。はい、大野清太郎です。うまいものエクスプローラーとしてさまざまな場所を訪ね歩いておりますがね、ぜひ以前の動画もご覧いただきまして、食で浦和を楽しむ、今回もその一助になれば大変に嬉しいです。画面越しにいい香りを届けたいと思います。ふと思ったんですが、一助になればいいと思います。いい言葉ですね。きっと今日登場するこのお店、浦和一助の OG たちも通っているお店だろうと思います。そのぐらい古いお店なんですよ。 JR 浦和駅西口から歩いて15分ほど、浦和県庁へと続く浦門通りを歩いて行きます。この通りにはまだまだ昭和から続くいい店が揃っております。さあ到着です。やじろべ異国茶屋と書かれておりますね。いかがでありますか、このお店の佇まい。どうもこんにちは。木をふんだんに使った和風建築、こりゃマスターのこだわりを感じますよ。中もまたね、いい雰囲気なんですよ。私いつもの通りマンデリンでお願いしますと思ったので、はい、BGM はチクタク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 、フリコード系の昭和一桁の時からずっと時を刻んでおります。またこの裏門通りを歩く人の声と足音、ドアを開けているとその音が忍び込んでまいります。このやじろべえを営むのは並木義雄さんと春子さん。今マスターちょっと病気でね、春子さんが一人でお店に立って頑張っております。ふわーっとお店の中に広がるコーヒーの香り、これはもうアルマ効果、私は好きだな、コーヒーの香り。僕はいくつになったんですか今。今ね、触れ合いの方が83で、私が82。ということは、このやじろべはもう50年？46年。47年。ね。この昔から。半世紀、なんとか50年ぐらい続けたいけど。もうでも秒読みになったら頑張れますよ、大丈夫です。そうですね、頑張らない。皆さんやっぱり、ね。ゆったりできるから続けてっておっしゃるけど、本の量がすごいでしょ。この本は避難品だから私。あ、そうなの。あ、ここに来るお客さんが持ってきて置いてるわけじゃないんだ。私がね、ママの蔵書なんだ。そう、もうね、これあと家に半分ぐらいある。すごいんですよ。で、パッて写しちゃうとなんだかわかんない、本が並んでるなって感じなんだけど、いただきます。一つ一つ見ていくとね、これがなかなかね、読ませるんですよ。ちょっと普通のところには置いてない、結構ねパンチ力があるんですよ。ちょっと表面的な本じゃないから、はい、歴史をこう裏から読む本がまあまあ好きでね、こっちの角度からもう歴史を、ね、お客さん見てくださいよというのは、そういう主張が並んでる。そうですか。もう一つ好きなことが温泉なのね。すべて言ってる、皆さんが名前知らないようなとこが特に中央高速とか、峠越えてすぐ の, あのサービスエリアで、そこで夜が明けるの待つのね、天気が悪いと谷行き、天気がいいと
上に行く。山に行く。遠くへ行けば行くほど入場料安いのって長野とかね、うんうん、その代わり高速代が行きませんから、ね、高速代って一時乗り放題1000円っていう時は、うん、あの時は700キロぐらい努力して行って勝沼武道場っていうところが駅から20分ぐらいね、うんうん、丘の上にあっても南アルプスと富士山が見える天空の湯って言うんですけど、そこはここを午後始めるときに朝に帰ってくれるそのぐらいですね。そのぐらい、うん、だからそういうのでも文庫本があればいいわけです。確かに今のように自販機が至るところにあったりコンビニがあるわけではありませんから、この喫茶店という存在は憩いの場であったんですね。浦和の町でも矢次郎兵衛のような個性のある喫茶店の数次第に減ってきましたんで、これからもここは大切にしていきたい場所ですよね。春子さんは注文受けて豆を引いて、で丁寧にハンドドリップ、私が頼んだマンデリンの他にもお店のブレンド源氏と平家、こちらもおすすめであります。コーヒーカップがね、数多く揃っているんですよ。魅力ですね。また春子さんは宝塚歌劇団のファンでありまして、多い時には一つの公演で4度足を運んで、それぞれ違う場所から見て楽しんでいるという筋金入りであります。星組のトップスター、歌、踊り、芝居、三拍子揃っていると評価の高いレイ誠さんの話で盛り上がりましたが、実はこのレイ誠さんのお父様は浦和レッズ OB の浅野哲也さんなんですよ。いやー、加えて盛り上がりました。ゆっくりコーヒーを味わいながら充実のお一人様時間となります。お店の情報です。営業時間、平日は午前11時半から夕方6時まで、土曜午後2時頃からのオープン、定休日日曜で、電話番号は 048-822-8151 048-822-8151 夫婦はいコーヒーと覚えていただければいいんではないでしょうか。これ偶然割り当てられた番号なんだそうですよ。自分で選べるんだったら私4151がいいなって言ってました。良いコーヒーに来たのにねって笑っていましたがね、ちょっとごちゃになっちゃうね。もう一回言いますよ。 048-822-8151 が正解ですから。まあ、あの浦和の古い浦門通りという商店街の中にかろうじて残ってると言ってもいいと思います。コーヒーが飲める店、矢次郎兵衛です。今ほとんどどの店もコーヒー飲みながらタバコを吸う機会というのは失われましたが、ここはタバコを吸える人も OK です。海賊ラジオオン YouTube、 この番組は浦和うまい店大図鑑、日常どこか肩に力が入ってしまいますが、美味しいコーヒーと落ち着いた空間の中でちょっと気持ちをほぐしてみませんか。私が大好きな矢次郎兵衛にご案内しました。コーヒーブレイク。チャンネル登録よろしくね。